農業グラナス始めていくよ。なんでこんな声でやってるかは教えないよ。今回から第3章実況していきたいと思います。もう第2章製品版実況する頃に言っとくべきだったんかと思いますけど、ちょっと言いそびれとったんで、ちょっと今のうちに言っておきます。この東京クロノス、先ほどレギュレーションの話が出ましたが、レギュレーションで今出てるのってね、確か9月頃に第7章まで実況していいですよっていうレギュレーションまで出とんでるんですよ。この後さらにもしかしたらレギュレーションが追加されるかもしれませんが、このゲーム第7章で終わりなんかなって思ったらね、第8章第9章があるとしたら、もしかしたらその第8章第9章が最後まで実況できない可能性もありますんで、もしそうなった時のことを考えて、もしかしたら俺がこう東京クロノスの実況を最後までやらないかもしれないっていうことになりますので、まあこれから続き見てくださる人はそれをちょっと念頭に入れてもらいながらも見ていただければと思います。できるんだったら最後まで実況しますが、レギュレーションでしてはいけませんって決められたら実況を止める可能性もありますので、よろしくお願いします。よし、それだけ言いたかった。今回は第3章いきます。東国どこにいるんだ。ということでね、前回第2章の最後のところでね、突然東国消失東国がおらんようになった、ユリアちゃんが。これがあれか、京介くんの話を聞いたユリアちゃんが導き出した答えだというのか。翌朝東国が消失していた。こっちは見つからなかった。一日中探したけどって感じか。見つからなかったんじゃ。こっちもだ。日が傾きかけ、スクランブル交差点にみんなが集まる。表情はどことなく暗く、吐きがなかった。吐きか。渋谷中を探したが、東国ユリアが見つかることはなかった。どこ行ったんだよ。あまりに唐突だった。今朝いつまで待っても東国は現れなかった。心配になってホテルの部屋を訪れたが、いくらノックしても返事はなく、ドアが少し開いていたので思い切って中に入ってみると、室内はもぬけの殻だった。東国ユリアはこの狭い渋谷で行方不明になってしまったのだった。何を思って、何があって。桜井、本当に何も東国のことは知らないの。昨日の晩あの話でユリアちゃんは何を思ったんだ。ああ、夜に話したのが最後だ。みんなには東国のことは全て話してある。どうした、なんか細かく考えてるな諸住。なんかちょっとチラッと体勢が変わったけど、なんか考えとる体勢に。自分の居場所を欲しがっていたこと、その居場所は彼女の父にしか作れなかったこと。そっか。あの日の夜、僕は東国の父の話を彼女にした。それが彼女を見た最後となってしまった。もしかしたら僕のせいで、けど話しておくべきことではあったと思うんやけどな。俺はユリアちゃん勘違いしとったというか、なんか絡んでなかったというか、分かり合えてなかったからこその勘違いで自分の立場を失っとったというか、自分の居場所を見失っとったって感じだったもんな。この世界に来て最も東国とも関わっていたのは僕だ。彼女が姿をくらませた原因があるとしたら僕なのではないか。そう思い詰めることでもないと思うけど、胸のあたりが
苦しくなる。陽介、大丈夫？具合悪そうだよ。ゆいちゃんがそんなこと言ってくれるんだったら僕は大丈夫だよ。元気100倍アンパンマン。ゆうが僕に寄り添う。寄り添って、もうちょい密着して。もういいよ、人目気にしなくてもいいから、もうちょい密着してよ。ありがとう、大丈夫。様子が変だったとか何かない？そういえばなんか混乱しとったような感じだったけど。いつもより少し元気がなかったけど、でもこんな状況なら当然だと思う。いなくなるような感じだった。そんな感じはなかったよな。いや、そんな感じじゃなかった。ほら、ユリアちゃんのことだし、またいたずらじゃないかな。そのうちひょっこり出てくるよ。それでさ、例えば、そうやな、あの八個のとこから、はい、ひょっこりはんみたいな感じで出てくる間もさ、困るやけど。それはさ、ちょっといたずらどうすぎたけんさ、ちょっとユリアちゃんの頭の横にある丸いやつ2、3個壊さんかったら気が済まんわ。わあ、でもその笑顔、ゆうちゃんがその笑顔をしてくれるだけで俺ちょっと心がほっとするけど、そんな雰囲気じゃない。残念ながらそんな雰囲気じゃないわね。とみんなを励ますゆうだったが、彼女の話にうなずく者人はいなかった。確かに東国はこういった冗談が好きそうだが、今はもう夕方だ。ネタバラシをするタイミングが遅すぎる。そうやな、ドッキリっていうのはネタをバラすからこそ意味があるもんであってさ、ドッキリでかつネタをバラさんっていうのは水曜日のダウンタウンぐらいだからな。好奇心旺盛な遠くのことだから独自に調査を進めていそうでもあったが、それなら書き置きの一つぐらいは残しておくだろう。明日からは渋谷の建物の中を探そう。そうだね、いるはずなんだ、この壁の中に。どこにいたかやな。それこそどこにも行けないのだから、渋谷のどこかにいるはずなんだ。ユリアがいないでこれから先どうすんだよ。もう精神的支柱だった。ぼついとつぶやかれたその言葉が不安を膨らませる。こういったよくわからない事態を解決できるのは東国しかいなかった。実際彼女はこの世界について一番わかっていただろう。彼女を失い、僕らは脱出する方法を失った。いや、正確に言えば安全にこの世界から脱出する方法を失った。とうとう犯人を探して、その犯人を駆除しなあかんようになってきたってことか。まだユリアちゃんがおったら、それ以外の方法も探す手がかりがつかめたかもしれんのにって感じか。僕らの頭にちらつくのはあのメッセージ。久しぶりに出てきたこのメッセージ。私は死んだ、犯人は誰？ててー。いや、クイズ番組じゃないんだから。東国がいなくなった今、僕らはあのメッセージに真正面から取り組まなくてはいけないような気がしてならなかった。この中の殺人犯を見つけ出す。このユリアちゃんを消したのもクロノス世界の意志なのか。寝つけない。体はだるいが、眠気が訪れなかった。精神的なあれやな。そういえば胃腸が動いていない気がする。このままだとまずい、休まなくては。そう思えば思うほど目が冴えた。東国。息を吐くと一緒に雑多な不安も吐き出されていくようだった。少し心に静けさが戻る。東国を探し出さなくてはいけない。彼女はどこへ行ってしまったのだろうか。それこそそれの手がかりがないもんな。あのメッセージを聞いてユリアちゃんがどう思ったかなんてことはもはや物理学賞どころの問題じゃない。それ以上に難しい問題だろう。昼間は闇雲に探すばかりで深くは考えられなかったが、今は落ち着いて思案を巡らすことができる。
僕と東国は壁の破壊を試みた。しかしそれは失敗に終わった。すると東国は犯人を見つけるしかないと言い出した。僕はそれに反対した。彼女は一刻も早く帰りたがっていた。それは父に認められるためだ。でもそれが別に認められていないわけじゃなかったんよな。サンジを送ってくれよったんよ、陰ながら。それを伝えた。自分がいなくなると自分の居場所が妹に全て取られてしまうと思ったのだろう。彼女は焦っていた。だから僕は昔の話をして、東国は父親から必要とされているから焦ることはないと諭した。あ、でもこのメッセージを聞いて自分の中のアイデンティティを自分で否定されたと思ったんかな。ユリアちゃんはなんだかんだ言って父親に認められるためにここまで来た、それ一本のためにここまで頑張ってきたのにさ、このタイミングで京介から必要とされるから焦ることはないっていうのは、ユリアちゃんからしたらもしかしたらその頑張る必要はないって言われて、これまでの努力をなんか否定されたような感じで思われたんかな。もしかしたら京介の言葉がかもしれんな。最初に思いついた可能性は一人で脱出したのではないかというものだった。彼女なら脱出の方法を見つけてもおかしくはないし、自分で試しにやってみたら脱出できてしまい戻ってこられないということもありそうだった。彼女は確証がないことは言わない。それなら何か脱出できそうな案が出てきたとしても僕にそれを言わなかったことは十分に考えられた。そうやな、それはそうなんやけど、しかしそれは違うような気がする。彼女だって犯人を見つけたくなかった。それはみんなの疑心暗鬼を生む。他に方法が何もないから犯人を見つけるということになったのだ。それくらい深刻な状況だった。それなのにあの一晩だけで何か方法が見つかって実行できたとは考えにくい。そうやな、いくら確証が持てないことは言いたくないとはいえ、みんなを犯人として疑うぐらいだったら確証なしに言うんじゃないかな。ユリアちゃんだったら、彼女が他に方法がないと言ったのならないのだ。つまり他に考えられることは少ない。彼女は自分の意思で行方をくらませたのだろうか。そうだとして、ではどこにいる。この自分の意思っていうところもちょっとこの世界だったら怪しいところ。クロノス世界がそうしたって言われたら確かにそうなるかもしれないっていうあれが俺の中ではあるよな。どうなんだろう。でもね、まあ京介くんから言われた言葉の重さを考えたら、ユリアちゃんがショックになって一つの家出みたいな感じになっとんかな。これ渋谷の街を闇雲に探してみたところで、建物の中に入ったら水着出しなんし、向こうが先に僕らの姿を捉えていたらうまくかわされてしまうだろう。もっとピンポイントに探すべきなのだ。洞窟がいそうな場所。これでファンシーショップとか言うたらさ、すごい安直な話になってくるけど、突然のノックの音に僕の思考は中断させられた。誰だ、ゆうちゃんか。もしかしてゆうちゃんか。二人きりになりたいのか。僕のところに来て二人きりになりたいのか。ゆうちゃんかな。ゆうちゃんだよね。こんな時間に誰だと戸惑いつつドアを開ける。わーい、どうした。わーい、わーい、やだーやだー。こんな状況だから不謹慎かもしれないけど、やだー。来た、嫁、俺の嫁。何かあったのか。落ち着かないんだろ、落ち着かないんだろ。一人だったら安心を求めに来たんだろ。まさかまた誰かが消えたのだろうか。
不安に胸が鳴る。しかし優は僕の問いに答えることなく、半分泣くような表情でほっとしたように息を漏らした。よかった、京介ちゃんといた。そういうことか。あ、そっちね。一人また一人と消えていくっていうことを考えてしまったよな。そりゃいるよ、こんな時間に出かけるわけないだろ。わからないよ、そんなの。ユリアちゃんが突然いなくなったもん。ユーは明るい反面、臆病で寂しがり屋だ。幼い頃も、両親の帰りが遅い日や姉が修学旅行でいない日は、僕の家でメソメソと泣いていた。守ってあげたい系の女の子だった。ユーちゃん守ってあげたい系の女の子だった。これはちょっと俺好きなタイプかもしれない。仲の良かった東国が突然消えてしまったことで、幼い頃のユーが顔を出してきたのかもしれない。ねえ、京介。わあ、これはちょっと怯えながらもちょっと、この怯えとるこの表情がちょっと可愛い。ん？何？あのね、ちょっとだけ近くにいさせてくれないかな。ちょっとでいいの。いいよ。ちょっとじゃなくても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 いいよ。密着してもいいよ。ゼロ距離、ゼロ距離、ゼロ距離。少しだけ上目遣いになり、恐る恐ると言った様子で、ユウは尋ねた。抱きついてきてもいいんだよ。状況が状況だし、不安になったり、怖く感じるのも無理はない。なだめてあげる必要もあるだろう。頭を撫でてあげたい。いいよ。何も用意してあげられないけど。ありがとう。かわいい。だってかわいいな。わあ、この座り方かわいいな。修学旅行で男子の部屋に来た女子みたいな感じになってる。いいな、なんかいいな、いいな、人間でいいな。照れくさそうに笑うユウを部屋の奥まで進ませ、ベッドに座らせる。京介は座らないの？え、それは隣に座ってくれって言ってるのかい？え？わあ、いざなってる、いざなってる。ユウちゃんの方がいざなってる。俺だったら秒で行くね。瞬間移動するね。ピューンってね。ユウは自分の隣をポンポンと叩いた。おい、叩かれたベッドの身にもなってあげなよ。座られた上にポンポンと叩かれたベッドの身にもなってあげなよ。ベッド今興奮してるよ。隣、そばにいてほしい。はい、わかりました。そこまでしなくても。京介、そんなに怖いの？京介、座ってあげろ。お前そう言ってるんだ。ゆうちゃんがそう言ってるんだ。座ってあげろ。お前秒で、うん、素直にうなずくゆうからはやっぱりいつもの明るさが欠けている。同じ部屋の中で話でもしながら不安を紛らわせてあげようと思っていたけど、それ以上にユウの不安は大きいみたいだ。来た、いや来たよ。うわー、うわー、うわー。おぬし、いい目をしているな。僕は無言でユウの隣に腰掛けた。スプリングが沈む。その拍子なのかはわからないけど、ユウの肩が僕の腕に当たった。京介はいいシチュエーション。いなくなったりしないでね。はい、いなくなりません。ユウは僕の顔を覗き込んで言った。懇願するユウの顔が思いのほか近くて、ドクンと驚いてしまう。そうだろうな。おいだったらドクンどこじゃないわ。ドド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 ドってエンジンみたいになるからね。車のエンジンみたいになるからね。4気筒エンジンだよ。4気筒エンジン。艶やかな唇から発せられた吐息のようにも思えるか細い声。お願いだから
教えないで。あまりにもユウらしくない喋り方に戸惑いこそ覚えたけど、僕はなるべく普段通りに接して落ち着かせようとした。いなくなるわけないだろ。バカだなあ、ユウちゃんは。心配しすぎだって。こういう時こそなるべくいつも通りでいることが大切だと何かで聞いたことがあった。こんなに密着されていつも通りでいれる時が大だろ。ユウとの普段の距離感を思い出しながら言葉を選ぶ。ユウは目を伏せた。まだ不安なのかもしれない。東国のことがあったんだもんな。うん、東国のこともきっと大丈夫。消えたわけじゃないよ。必ず見つけ出してみせる。そう声をかけると、やや会ってからユウは顔を上げた。本当？ユリアちゃん見つかる？もちろん俺が見つける。まあ一応当てらしきものがなくはないんだ。そっか、やっぱり京介はすごいね。ああ、俺はすごいぞ。ユウが微笑む。少しは安心してくれたみたいで僕もほっとした。この笑顔を見るためにこのゲームをやっている。グッジョイ。そうしてユウをなだめているうちに、ユウもいつも通りの明るさを取り戻していったように思う。ありがとう京介、ちょっと元気出た。その京介の分をさ、ケイスケって言ってくれないかな。俺そのありがとうケイスケって言ってほしいんやけど、ユウちゃんに言ってよ。それならよかった。でも せっかくだし、もう少し一緒にいたいかな。いてもいい？いいよ。それならなんならもう一晩一緒にいようぜ。おお、カメラ。ユウはゴゾゴゾっと自前のカメラを取り出した。どうした？こっちに来てから撮ったみんなの写真、結構いいのが撮れてると思うの。京介にも見てほしいな。え、どんなの？どんなの？正直な気持ちを言えば少し冷たくもあった。眠たくもあったけど、せっかくの明るさを取り戻したユウを部屋に返すのもなんだか違う気がした。どんなの撮ったん？いいよ、僕もユウの写真久しぶりに見たい。どんなん？どんなん？そうして写真を見ながらその時の様子を振り返っているうちに、僕らはどちらかともなくうとうとしてしまったらしい。写真見んのかーい、見せてくれんのかーい。見せてくれなかったわ、プレイヤーには。どんな写真があったん？え、諸積の下着姿とかあったんかな。そりゃゲーム上には映し出せないな。